経路地図大村線は、長崎県佐世保市の廃棄駅から、長崎県諫早市の諫早駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。大半の区間で、大村安東岸に沿って走り、長崎県の佐世保市から、諫早市を経て、長崎市を結ぶ列車が運行されている。長崎県内の海を走る線区としては JR では、唯一の存在である。 沿線人口も多く生活路線となっており、県内の重要路線でもある。ほとんどの区間が非電化であるが、沿線にあるハウステンボスへのアクセス列車である特急、ハウステンボスが乗り入れるため、廃棄駅ハウステンボス駅間のみ電化されている。竹松駅伊佐早駅間は、IC 乗車カード、守護下の利用可能エリアとなっている。また、リアルタイム列車位置情報システム、どれどれは、 大村線の閉塞方式が CTG 非対応のため使用できないが長崎本線のページの諫早駅、佐世保線のページの廃棄駅に停車中の列車のみ閲覧できる。大村線関連の特別企画乗車券として佐世保駅長崎駅間が2日間乗り放題になるブラり、大村線切符が発売されている。もともと長崎本線の一部で百三十四年に 長崎本線から分離された際は、佐世保線側の廃棄駅が起点となり、列車は佐世保線に合わせて、伊佐原、長崎方面が下り、廃棄、佐世保方面が上りとなっている。全線が長崎支社の管轄である。化区間である廃棄駅ハウステンボス駅間には、博多駅ハウステンボス駅間の特急、ハウステンボスが平日号往復、土曜、 休日8往復運転されている。ピーク期やハウステンボスでのイベント時にはさらに増発されることもある。ハウステンボスはピーク期やハウステンボスでのイベント日の臨時列車の一部を除いて、大村線以外の区間で佐世保線佐世保駅発着の特急、緑に並結されて運転され、緑に並結される列車は大村線内でワンマン運転が行われている。また、かつて、 ハウステンボスが後往復運転の日には、ハウステンボスのうち運転されないに往復の時刻で、廃棄駅で緑に接続するシャトル列車、ハウステンボスリレー号が、廃棄駅ハウステンボス駅間に運行されていたが、2017年11月30日、限りで運行を終了している。非電化区間である、 ハウステンボス駅諫早駅間には2015年6月20日現在優等列車の運行はない。かつて長崎本線の一部だったこともあり、大村線を経由して博多駅や本州と長崎駅を結ぶ優等列車が設定されていたが、1988年3月13日に唐津駅長崎駅間で運行されていた急行、平戸が廃止され優等列車が消滅した。 1999年に佐世保駅長崎駅間を大村線経由で運行する特急シーボルトが設定されたが、後日のシーサイドライナーとさほど所要時間が変わらないことなどから利用が振るわず2003年3月15日に廃止され、再び非電化区間から優等列車が消滅して現在に至っている。快速シーサイドライナー普通列車は、 全線を通して運転される列車のほか、竹松駅諫早駅、長崎駅間の区間運転列車が日中を中心に設定されている。線内で完結する列車は少なく、大半が佐世保線佐世保駅、または長崎本線長崎駅まで直通している。竹松駅諫早駅間は、区間運転列車を含め30分から1時間に1本程度と、運転本数が多い。 一方で、廃棄駅、竹松駅間は朝と夕方以降のみの運転で、日中は後日の区間快速が普通列車の役割を兼ねている。普通、区間快速を合わせると、ほとんどの時間帯で1時間に1本の運転は確保されている。快速列車は、佐世保駅、竹松駅長崎駅間に、シーサイドライナーが下り14本上り15本設定されている。 このうちピルマの6往復は2018年3月17日のダイヤ改正から佐世保駅、竹松駅間の各駅に停車する区間快速として運転されている。このほか、臨時列車として有田東基市期間中に竹温泉駅、上有田駅長崎駅間の快速、有田東岸20.21号が運行されている。かつては、 シーサイドライナーが増結される際に指定席が設定されることがあったが、現在は、ありた陶器志望が3両のうち1両が指定席になる以外は、全車自由席で運行されている。車両は普通、快速列車ともキハ66.67型機動車や、y c 1系機動車が使用されている。長崎駅に直通する列車は、長崎本線の吉津駅。 浦上駅間では普通列車の大半が長与駅経由の急線、シーサイドライナー全列車とごく一部の普通列車は、市フ駅経由の新線を経由している。仙面駅、小串号駅では、前後の駅間が長く、列車交換ができないため運行上のネックとなっている。そのため手前の駅での待ち合わせが多く、上りは松原駅、川田駅、下りは早野崎駅、 カレキネ駅で普通列車を中心に長時間停車する列車も多い。また、快速列車が通過する松原駅、早野崎駅においては時折運転停車も行われる。2012年以降、ハウステンボス駅では同駅をまたいで運行する列車同士の交換ができなくなったため、早朝や夜間を中心に、早野崎駅での列車交換が多くなっている。このほか諏訪駅でも、 列車交換ができないが、座駅の前後は、駅間が短いためそれほどネックにはならない。なお、快速、シーサイドライナーの一部が、佐世保駅から、松浦鉄道西九州線佐々駅、または田平平戸口駅まで乗り入れていたが、2006年3月18日のダイヤ改正で中止された。2009年3月14日のダイヤ改正より、 松浦鉄道からの直通運転が再開された。一往復のみ設定で、下りは、伊万里ハウステンボス間、上りは、ハウステンボスタビラ平子交換に運転されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正で、松浦鉄道からの直通運転は、廃棄駅までに短縮され、大村線には入らなくなった。2010年3月13日のダイヤ改正で、 キハ220から208.209が運転を開始した。朝と夕のラッシュ時にキハ200の2両に増結されたり、キハ220系同士の2両で運行される。2021年3月11日をもって、キハ200系機動車の運転が終了した。軸州スイートトレーン、ある列車が、長崎コースとして、大村線経由で、長崎駅佐世保駅間に運行される。 また、クルーズトレイン、7つ母子院九州が、2015年3月からの一泊二日コースにおいて、長崎へ向かう、西の往路で、大村線を経由する。大村線は、都市と長崎を結ぶ長崎線として、九州鉄道により建設されたもので、1907年に、鉄道国有法により、間接鉄道に編入された。 現在の長崎本線のルートが開通した1934年に長崎本線から分離され大村線となった。2022年度内に九州新幹線武雄温泉駅長崎駅間が開業予定であり大村市、諫早市内で大村線がこれと一部並行する。当初大村市内にこの西九州ルートと接続する在来線新駅の設置予定はなかったが 竹松駅諏訪駅間に新大村駅が新幹線の駅と併設される形で、松原駅、竹松駅間に大村車両基地駅が新幹線の車両基地と隣接する形で、それぞれ西岸駅として設置される予定である。なお、九州新幹線の並行在来線としては、長崎本線が取り上げられており、新大村駅が当線にも設置されると並行する。 新幹線も利用できるようになる新大村駅、諫早駅間は経営分離の対象とはなっていない。平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り。ありがとうございます。